アメリカ海軍が運用する案 TPS-71 ロトレのレーダーアンテナ。アスレーダーは水平線異変を観測するレーダーシステムである。超水平線レーダーとも呼ばれる。アスレーダーの原理一般に航空機などを観測するレーダーの多くはマイクロ波と呼ばれる高い周波数の電波を利用し反射波の時間から計測物との距離を算出している。 しかしマイクロ波は可視光線に近い性質を示し直進性が高い。そのため構造物や山の裏側、さらには遠距離のため水平線、地平線下にある対象物を観測できない。アスレーダーは単波帯の地表波や上空波を利用して水平線エンの観測を行うものである。電波を斜め髪型に向けて発射すると航空の電離層の反射により 再び電波は地上方向に戻ってくる。その地上に電波が戻ってくる地点は、送信機から見て水平線延の遠距離の地点であり、その地域の航空機などを観測することができる。ただし、その精度は非常に低く航空機の存在を確認できる程度である。また、近距離目標の観測はできないという短所がある。明日は周波数により、 異なる電離層の反射地点の状態が弾道ミサイルの飛行による電離層の乱れを探知することを目的とするのではないかとも見られた。受信機と送信機が近い場所にあるアス B と受信機と送信機が何千キロメートルも離れた場所にあるアス F などがあるかつて日本国内に設置されていたアスレーダーは前方散乱方式の440リットルの鍋ある。 これは、広報産卵方式システムの 441A と前進にあたる。在日米軍によって1968年6月に、所沢補給省1972年夏に、キャンプ地と背に設置されたほか、沖縄の合わせ通信施設へ設置され、航空宇宙防衛軍令下の第14通信中隊によって運用された。このシステムは、 アン・ FRT-80 とアン・ FS9-76 によって構成されており、アン・ FRT-80 は日本など、アジア、極東地域、アン・ FS9-76 は、キプロス、イタリア、ドイツ、イギリスなど、ヨーロッパ地域に設置され運用された。運用に際して、近隣地域への t b 受信障害が発生したこと、また、 アメリカ軍側から設置についての通告を外務省が防衛庁に通知していなかったことが大きな問題となったため1975年3月17日に運用停止が決定され日本国内のアス施設はすべて撤去されたこのレーダーシステムは固定式の大型設備である冷戦期の1960年代中頃に 北海道千歳市のキャンプ千歳に米軍によると見られる地上高15メートルくらいのところにロンビック型大型空中線を十数個組み合わせた大施設が作られアンテナの指向性はドイツまたはイギリス方面を向いており周波数は3メガヘルツから20メガヘルツ位の7から8波の内3から5波を時間帯により選定して送信していた電波の波形は A3 複調によれば固定した 100Hz の強力なパルスまたは三角波を 0.01Hz の制限波で深幅変調を行った時のバーという音がゆっくりしたフェージングに出会ったような音をしていた。この施設は十数年使われた。1980年代後半には日本の自衛隊も ソ連の爆撃機に対する早期警戒用に、機械灯などに設置を検討したことがある。強力なパルス上の電波を無差別的に発信するため、多くの放送局や業務無線、アマチュア無線局、短波放送などが迷惑を被った。このパルス上のノイズは、キツツキが木をくちばしで叩く、音のようであるため、ウッドペッカーノイズと呼ばれる。スチールヤードの、レーダーアンテナ。 ソビエト連邦は1950年代初頭までに明日、レーダーの研究を行い、最初の試作システムであるベイヤーが1949年に稼働した。続いて実用型であるドゥーガニがウクライナのムイコラー,ーユに設置され、1971年11月7日から稼働した。ドゥーガニは ソ連の東半分の空域をカバーし、大西洋や太平洋からノバヤゼムラに向けて発射された潜水艦発射弾道ミサイルの発射試験で核弾頭を追跡し大きく重宝された。ドゥーガニに続くアスレーダーとしてチェルノブイリ近郊のゴーメルに建設された新型アスレーダー、ドゥーガ3が1976年から稼働した。 スチールヤードは北アメリカ大陸の一部を含む北極海をカバーしており独特のパルス電波による雑音が中波、短波に入ることがあったためアマチュア無線の間ではロシアンウッドペッカーと呼ばれていたスチールヤードの2番目のシステムはシベリアに設置されアラスカを含む北緯48度線以北の監視に使われているジンダリー作戦級レーダー ネットワークオーストラリア空軍は、アスレーダーシステムとして、ジンダリー作戦級レーダーネットワークを運用している。1950年代より研究に着手し、1970年7月より開発が開始された。計画は3段階に分けて進められており、ステージ A は1974年4月から1979年2月にかけて行われた。 ステージ B はリアルタイム情報処理を実現するもので1978年7月より開始され1983年1月には最初の船舶探知1984年2月には最初の航空機探知が達成されて1997年までに3機のレーダーサイトが稼働状態に入った3万7千平方キロメートルの福域を有し オーストラリア北方及び西方を監視している。探知距離は、交渉 3000km だが、待機状態によっては、朝鮮半島上空まで届くこともある。第4段階は断念されたものの、2004年2月、第5段階の着手が決定された。これは2014年までに運用に入っている。中国は、1967年頃より、アスレーダーの開発に着手した。 最初に配備されたものは上空波を使用するものであり、1980年代より運用に入ったと考えられている。2005年頃より新しいシステムが開発されている兆候が現れ始めた。このシステムは地表波を利用したものと考えられている。特徴としては、旧来のアスレーダーがパルス上の信号発信であったのに対して、この新型は 周波数相音を使っている点であり、相音中心周波数、相音周波数幅、相音間隔を適宜変更し、一定の対抗手段から回避可能としているようである。この新型は主に1 8ヘルツ近辺の中端波体で発信されており、相音間隔が短いため、バーという連続音として聴取される。また、 1.8MHz 帯の高調波関係である 3.6MHz、7.2MHz 近辺の周波数に対してもスプリアスと思われる信号により広範囲にわたって通信障害を発生させている。高調波関係にあたる周波数で受信した場合、相因帯域が広がるため、例えば 7MHz 帯での聴取音は B という連続音となる。この方式の場合、 送印間隔に同期または近い送印信号に弱い可能性がある。2007年4月下旬には、このシステムの実証実験と見られる活動が観測されている。レーダーサイトは、石膏省沿岸部、随や水地郊外にあると推測されており、送信機は、北緯27度46分58.70秒、統計120度45分54.41秒。 受信機は、北緯27度45分26.88秒、統計120度45分4.98秒に設置されていると考えられている。韓国 KBS によると、中国は2017年、内モンゴル自治区に新たなアスレーダーを設置したという。探知距離は 3000km で、韓国の THAAD 配備計画への対抗措置とみられる。 東西冷戦下、アマチュア無線化や BCL の間では、パタパタパタという受信音から、ウッドペッカーというニックネームで呼ばれていた。アマチュア無線化が電信で、ウッドペッカーと同じ周波数で探点を送信して、やると、アマチュア無線バンドがへ追い出すことができたというエピソードが残っている。短波の放送バンドにも、頻繁に出現し、急ソ連邦からのジャミングと、相まって、 BCL は、渾身に悩まされた。ありがとうございます。